やっぱりそうなんだよ。太宰大好きなんだよ。認められなかった芥川と、けどそれを、どうなんだろう。でも、どっち?アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、文豪ストレイドッグス第23話見ていこうと思います。はい、というわけで、文豪ストレイドッグス見ていくわけなんですけれどもね。もう最終回一歩手前ですよ。なんか2期始まってなんかすごいなぁ。あー、いろんなことが起きていると思うのに、なんかすごい爆速で消化しちゃって、なんか割と僕は大切に大切に時間を空けながら見てはいるんだけど、すげえもったいないなぁ。もう23話か、早いなぁ。いやー、でも4期になったらね、毎週じらされながら楽しんでいくということになると思うのでね、まあ、4期を楽しみに待ちながら、まあ、3期まで見ていこうかなというふうに思います。まあね、4期の情報が分かれば、こんな急いで、なんか見る必要はないんだけど、いやー、いいですね。まあ、4期がね、4月にあるかもしれないというね、最悪の事態を想定して、まあ、こうやって、ね、早めに消化って感じでやってるので、まあ、消化っていうか、まあ、ね、消化って言い方はなんかあんまりなんかすごい義務で見てる感じがするからあれなんだけど、すごい楽しんで見てるんだけど、うん。いや、もう、12月ですとかなればね、もうちょいちょっとゆっくり見れるかなっていうような感じなので、まあまあまあ、いろいろと情報もね、待ちながら楽しんでいこうと思います。それでは見ていきましょう。文豪ストレイドッグス第23話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、芥川とぶつかるわけだ。すごいやばいぞ、これ。おー、ぶつかってる!いや、今そんなことやってる場合じゃない!いや、でも敵だと思ってんのか?まあ、協力するじゃなくて邪魔はしないっていう、協定だもんな。うん。なんで違う。なななななななそうだよ。うん。の。マジ?そうだ、太宰に気に入られるぞ。芥川。うん。お!ほら!ああ一緒に!やっぱりそうなんだよ。太宰大好きなんだよ。おお。切られて、そんなひどいことしないでよ。もう、かわいそう。かわいそう。太宰さん、そんな冷たく当たらないでよ。どんだけ太宰が好きなんだ、芥川。すいません、ちょっとこれ暗いんで、僕の唇の発色が異常にいい感じになってるんですけど、僕の顔が青っ白くな、映っちゃうんで、このカメラだと。ちょっとサイド上げてるんで、唇に関しては特に何もしてないということだけ、伝えておきます。うん、暗いんだよね、全体的に。こっちから光が当てられるからね。ここからしか光が当たってないですよ、今まで。いやーもう、さあ、太宰大好きかよ。だからこそ救ってあげてよ。太宰ひどいって。だってさ、ここまでさ、就寝してるとさ、太宰の一声でだってワンチャン武装探偵社入りそうだよな。そう考えると京香ちゃんにも似てるよな。なんか、自分で自分の居場所を決められない感じ。さあ、協力してくれ。そうだよ。太宰さんに好かれるためにも芥川は正しい行動をしようよ。人のために。ゼルダ?お?
クリームチーズ？なになになに誰？奥さん？あ、あっち。ここだろ？執務室にコントロールルームがあると。ゼルダ？こいつリンクだったのか。これかな？おい。まあ多分落ちても無事で入れるんだろうな。自分でやるっていうね。うん。え？なんでそんなことするの？一般人いるんだけど。いや、もう下道オブ下道やん。え、あと36分しかないぞ。いや、そんな。なに、西部のガンマン気取りか。うん、できない、できない。早い！どっちでも変わらんのか。いや、分かっていてもだよ。対応できるんだよ。多分。3で入っても対応できるんだろうな。身体能力系だ。お？え、ください。異能力？華麗なるフィッツジェラルド。何？え？金の力を、え？え？ちょ、強すぎ強すぎ。強いのか？一番持っちゃいけないやつが持っている能力だな。10万ドル、1000万。ええうん。ええー、アツシが来ると読んでたのか。ああ、ダメ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 。お、来た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 、芥川。なんだ？どんどん暗くなってしまっている。大丈夫か？俺の顔面の顔色がすごい好調しているが、一切普通です。すごいな。これ髪外した方がいいかな？まあいいや。ああ、よかったよかった。おお、社員じゃないから？なんだよそれ。ああ、そうだね。でも殺しちゃうもんな。お？やる前から諦めてるのか？うん、あ！小田作と重ねてるのか。画面のナイトシフトが切れたから気づけば。
気づけば正常な顔色になった。わあ、おい、そっちじゃない。お、本当だよ、ぐちゃぐちゃだ。ああ、貴様、害できぬ。おお、わお、わお、お、聞かないか。わお、くじ寄せで、おう、ガン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 パン。あ、教えてください。黒ハト。ずるいで。え、何ドルあんの。ちょ、国家予算並みにあったんだけど、今。フラッシュ。はい。なあ。帝王学か。お、オッケーオッケー。よいしょ。そうだ。おお。教師。うん。まあそうだな、資本主義はそうだもんな。わーお。悪いこと言うね。いや、トラウマをえぐりに来たな。あ、ひどいよ。あ、親から逆手を受けてたの。なんだなんだなんだ、ちょっと共感した。やばいじゃん。お、芥川。おう、なんだ、壊して下に。おう、理解した。似たような境遇だったってことか。おうおう、待て待てと。うん。オッケー。分かち合おう。分かり合おう。うん。ああ、そうか。芥川が取ってない。ああ、そうか。太宰に認められる、もらうためだったんだもんね。
そうか。認められなかった芥川と認められた、認められる人が太宰だったんだ。うん。うん。うん。あ。あ。え？僕は？あ。あ。うん。人を食ってたんだもんね。うん。くっさー。あ？貨物用エレベーターで何すんだ？あれ？あれでも、あれ入ってきた！話をしようよ。の、うん。うわぁ、お互い背中合わせ。そうか。そうしなきゃ認めてくれないと思ってたんだよ、太宰が。違う違う。そんなじゃない。そうだ、太宰に愛されてるからだ。わあ。そうだね。もう認めてあげてよ、太宰。割と太宰。もう、何の意図があったんだろうな、でも、太宰が芥川を認めなかったのって。まあ、本質が殺人鬼だからっていうわけでもないんだよな、小田作とかも、京香ちゃんに対するのを見てもな。雨降ってんですけど。なりきん背広。そうだね。お！うお！天魔！天外！そんな！スーパーヒーローみたいになっちゃった。羅生門の力そのものを身に移してる。うん。ボロボロになっても、アツシも協力してやろう。そうだ。本当にお互い逆だよ。捉え方が逆だ、自分に対する思いの。逆なようで似てる、あ、そっか、似てるのか。逆なようで。オッケー。おー！
だいぶいったな。わお、わお、いつも喧嘩してる。そうね、似てるよね、本質が。でも、おお、クライ友情パンチ。そうだ、似てるな。お互い自分が何も持ってないと思ってんだよな。でも相手を見ると全部持ってるのにっていう。だからこそお互いがムカつくんだよ。重いね。そうか、体が弱いんだ。タイガービートル？家族ゼルだね。何者なんだろう？本？あ、そうだそうだそうだ。え？ん？ん？娘？うん。奥さん。ええー、はーい。お、全部、全額ベッド。背負う覚悟とはいえだよ。こんなことが許されちゃいけないのだ。みんな、探偵者を背負え。マフィアを背負え、二人とも。向き合う、というか。わお。うん。認めてるよ。けど、それを、どうなんだろう。でも、どっち認めてるの本当に。わからない。認めてるからこそ、アツシを、半信半疑。おお、また行くぞ。もし今日この荷物を下ろしていいのなら。おお。お互い。つれ。芥川がつれ。どんだけ辛かったんだろうな、でも。認めてほしい人、それ以外はもうクソ。ただ認めてほしい。ただ一人に認めてほしいっていうだけだったのに。そのために力を誇示する。誇示するつもりは多分ないんだろうけど、そのために戦果を開けて、何度も、あ、ダザイさん僕やりましたって言っても、パンチされてたわけだよね、今までは。でも、ここしかないよなぁ。で、ダザイを認めてるのか？どうなんだろうなぁ。でもさ、あの時の、何、昔のさ、あの、ポートマフィア時代の、ダザイが、今のアツシに出会った時にどう思うかっていう話だよね。認めるのか認めないのかっていうところではあるよね。
もしかしたらだって、アツシが芥川のようになっていたかもしれないわけで。丸くなった。うわ、ここ、本当に、認めてあげてくれよ。認めてあげてください。割とあなたが原因なんじゃないですか。どうなんですか。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやもう、太宰が認めてあげりゃよかったんじゃないかなっていうふうに思う。俺、淳も大好きなんだけど、芥川も大好きなんだよ。だからさ、だからもう、この芥川がひたすら妄執に囚われてるのは辛いよ。本当にさ、もうこれ終わったらよくやったって言ってあげよう。うん。最初からお前を認めていたって言ってあげようよ。言わなそう、でも。太宰。まあでもさ、本当にさ、太宰の本質的な部分ではあるんだと思うんだけど、やっぱりなんて言ったらいいんだろうな。やっぱり、なんて言ったらいいんだろう。すごい難しいんだけど、太宰、なんで言わないんだろうね、本当に。秘密主義すぎるよな。やっぱり、京香ちゃんの時も思うけどさ、やっぱり本質は見えないんだよ。彼は何を考えて動いているのかっていう、いろんなことを考えているのはわかるんだよ。いろんなことを考えて、人のことをたくさん思っているのはわかるんだけど、いや、でもどうなんだ、思ってないからこそ言える言葉があるのか。いや、でもなんか、だから真意が一切読めないんだよね。だからこそ、もっとつまびらかにすれば、もうちょいなんとかなったんじゃないのとも思うけど、それをつまびらかにした太宰は、果たして太宰であるのかっていうところなんだよね。難しいところではあるよな。本当に、なんかね、昔のさ、マフィア時代の太宰に、芥川じゃなくて、アツシが出会ってたらどうなってたんだろうね。少し視界が広がって余裕が出たから、アツシもいいよね、いいよねっていう風に認められるあれがあったのか、やっぱり本質的にどこか違う部分があるのかっていうところではあると思うんだよ。でも、境遇だったり、真の部分はそっくりなんだよね。どうなんだろうね、そこら辺はすごい難しいけど、でもやっぱりアツシと芥川はすごい似てるよね。やっぱり。まあ、生きる価値を他人に委ねていることが許せない。もう、言っちゃうと、芥川的には、もう、太宰に認められてるっていうことは、そういうことだろう。なのに、お前は、なんかこう、死に気で戦って、まだまだ認められてないと思ってる。それがムカつくんだっていうところ。でもあるし、やっぱり、アツシから、すごいと思っちゃったけど、アツシから見ても、芥川は、そんだけ力があって強いのに、まだ、なんか足りないのか、そんな力を誇示して、そのためだけに、そんな、なんか、太宰さんに認めてもらうためだけの、そんな一人に認めてもらうっていうだけのちっちゃい目標に、ただただ戦って囚われて人を殺してるのかって思うと、ムカつくっていう理由もわかるし、いや、どうなんだろうな。生きる理由を他人に委ねているっていう点では一緒なんだけど、認められていることに気づいていないっていう点でも一緒なんだよ。ただ、その現状に対する向き合い方がやっぱり違うんだよね。誰かのために向き合って、こう、誰かのために力を振るうことで認められようっていうのと、自分だけだ。それは自分が悪いから、自分にとにかく頑張って、自分で、を上げていくことで認めてもらうんだっていうところだよね。その向き合い方の違いが、やっぱり、アツシとこの、芥川の齟齬を生んでいるわけだよな。それでいて、やっぱり過去に囚われていて、まだ弱い部分を見せているアツシが気に入らないっていうところではあるよな。多分、芥川はもうそれを取り越えて、もう自分を鍛える段階に入っているわけだから、俺がもうとっくに乗り越えたところを、で悩んでるお前を、なんで太宰さんは認めてるんだっていうことで、芥川はすごい、あれなんだろうな。いや、でも教頭来たぞ、教頭めちゃめちゃ熱いな。それにしても本当に芥川は太宰大好きだね。本当に認めてあげてくれ。最後は、よくやったってこのインカムで言ってやれ。本当にそうあってほしいなっていうふうに思う。京香ちゃんもね、助けてね。はい、いい感じになったらなっていうふうに思います。京香ちゃんとの会話もね、良かったよね。元殺し屋だけど、いいことばっかりしてた、このマフィアという場所にいながらいいことばっかりしてた、元殺し屋の小田作を見てるからこそ、京香ちゃんがね、35人殺したぐらいで、なんか戻れなくなるなんてことはないよっていう風に言ってあげる。小田作っていう友達がいたからこそ、その経験があるからこそ、太宰がね、声をかけてあげるっていうのがまたいいですね。そういうのがあるからこそ、光にいたいっていう、この、京香ちゃんを認めてあげたいっていうのもあるんだろうけどね。彼を否定したらなんか、何?京香ちゃんを否定したら、小田作を否定することになるかもしれないっていうのもあるし、いやー、いろいろと定定が詰まってますね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、次回は最終回ということで、いっぱい見ていこうと思いますので、よろしくお願いします。いや、ギルド勝てんのかな?やばいよね。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わると思います。以上、文豪ストレイドックス第23話でした。バイバイ。